はい、YouTube クリニックの植松です。今日は PCR 検査を無料で受ける方法っていうことでお話ししていきたいかなと思います。まあ、最近コロナの、感染症が、広がっていて、でそれで、自主的に症状がないのに自主的に、近くのクリニックとかで、自費で PCR 検査を受けられる方が多くなってきたっていう、ニュースもちょいちょい流れてます。で、大体、近所のそういった、自費のクリニックで検査を受けたりすると、2万から4万円くらいかかるんですけれども、実際そんなことをやって意味があるのかっていうところですね。で、PCR 検査、無症状の場合で特に別に何か接触歴とかもない場合はかなり、確率が低くなってきます。で、確率が低くなった状態で検査を受けるとほとんど意味ないんですね。で、それに関しては、次の動画ぐらいで解説しようと思いますけれども、大体例えばそんなに多くないと思いますけど1000人に1人ぐらい感染しているとして、で、大体 PCR 検査の感度が70% ぐらいだとすると、で、得意度って言って、陰性をちゃんと陰性と、判断する力が以前は 99% って言われてましたけれども、もっと高いんじゃないかって言われて 99.9% なので、ほとんどもう確率が低い状態で検査をしてもあんまり意味がないんです。なので、検査すること自体ってあんまり意味はないと思うんですけれども、やっぱそれでも不安だっていう人っていると思うんですよ。で、ここで結構便利な話が出てきました。で、今日はそれをお伝えしたいかなと思います。それで、結論を言っちゃうと、接触確認アプリ、厚生労働省が出しているCOCOAと呼ばれるやつですね。これですね。これ。このCOCOAを入れて、接触通知が来た場合は、少しは確率は上がる。ので、それでも検査する必要がある程度の確率ではないとは思うんですけれども、それでも少し確率が上がるので PCR 検査を無料でしようっていうことになると思います。で、そうすると皆さん自費とか出さわざわざ2万とか4万とか出さなくても無料で受けられるようになるので、まずこのCOCOAを入れていただいて、今1400万ダウンロード、かなりの数ダウンロードされてるみたいです。なので結構信用度が上がってきましたので、ぜひこれを入れて、皆さんで感染防御していけたらなと思います。実際に、接触通知が来ても無症状だったりとか、そこまで疑わしくないかなっていう場合は別に希望しなくても本人の自由なので、それはそれで便利だと思いますので、ぜひこのCOCOA入れてみてください。今日はここまでです。お疲れ様でした。